岡山大学がが一般選抜の後期日程を廃止するるといううニュースが入ってきまましした、まあやるでしょう、ね、でょねなんか岡山県内の進学校の進路指導の先生のコメントがですねその岡山大学を受験しにくくなって困るみたいな話だったんですけどまあそれは違うだろうなとどう考えても学力が高くない高校有利です総合型選抜や学校推薦型選抜の定員が増えるわけですからやる気あれば岡山大学みんな受けられると。 なんと175人の定員ですからね、これがいろんな学部に振り分けられるんで、一般選抜だけで大学行こうと思ってた高校にとっては悪いニュースです。でも、新しい教育改革に成功しつつある高校にとっては、岡山大の枠が広がってチャンスと考えて、皆さん、大いに受けるべきじゃないかなって思いますね。